こんにちは、新谷隆介です。本日は生駒市田原口町に、ございます、グランメゾンという物件のご紹介をさせていただきます。こちらの方は A 棟ということで、2DK のお部屋の、間取りとなっております。はい、まずですね、こちらのダイニングキッチンですね、約7畳ほど、ございます。こちらの方では調理スペースとしてお使いいただき、ダイニングテーブルを置いていただけるスペースですね。こちらの方には冷蔵庫を置いていただきます。また給湯器のリモコンですね、こちらございますので温度変更をすぐにしていただきますので便利ですね。そしてキッチンの方はですね、お好みのコンロ2口ですね、使えるガスコンロを置いていただいて、調理スペース、シンクの方も広くなっております。上の方には水切り棚の方と、はい、こちらの方ですね、収納スペースが上と下とございますので、お鍋やフライパンもしっかりと収納していただけるキッチンですね。はい、そして水回りのご紹介ですね。こちらの方はちゃんとした扉もついております。こちらの方には室内洗濯機置き場ですね、そして独立洗面台がございまして、その奥にはお手洗いですね。はい、またバスルームの方ですね、こちらの方はですね、自動 UR 機能、追い出し機能がついておりますので、非常に便利な機能になっております。いつでも温かいお湯で、ね、入力していただけるというところがいいですね。はい、そしてこちらのお部屋の方ですね、はい、広さの方は、約 5.5 畳ほどの洋室となっておりまして、こちらの方にベッドを置いていただいて、寝室ということでお使いいただけるお部屋です。もちろんエアコンの方とですね、テレビの方も設置が可能となっております。はい、こちらのお部屋の収納スペースは、クローゼットタイプとなっております。横幅も非常に広々としておりますし、お洋服の方もですね、たくさん収納していただけるクローゼットです。それでは戻りまして、こちらの方、玄関スペースとなっております。はい、こちらの方はですね、玄関収納がございましてですね、こちらの方もお洋服をかけれるようなクローゼットタイプになっておりますので、冬場の上着であったりとか、そういったものをすぐにこちらの方に収納していただけます。また玄関の方には、こちら大きめのシューズボックスございますので、靴もですね、非常にたくさん、収納していただけます。高さもね、変えれますので、女性の方のブーツも、しっかりと収納していただけるシューズボックスですね。はい、そしてですね、キッチンのスペースの奥に面したお部屋、こちらの方が約6畳ほどの広さになっておりますので、テレビ、ソファーを置いていただいてですね、くつろいでいただけたらと思います。こちらのお部屋の方にですね、エアコン1台備え付けとなっておりますので、引っ越しの費用の方も抑えられますね。はい、こちらの方ですね、バルコニーとなっておりまして、こちらの方に洗濯物、お布団の方をしていただきます。また1階のお部屋の方でですね、こちらのシャッターもついておりますので、防犯面でも安心していただけます。また窓ガラスの方はですね、こちらペアガラスを使っておりますので、閉めていただきますと外からの音も聞こえづらく、またエアコンの方も来やすいということでね、非常に今いいところがございます。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおとなし、奈良心、賃貸のマスケでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。